はい、今回はですね、新型カローラスポーツの方を見積もっていこうと思います。やっぱり田舎のディーラーには置いてなかったですね。また遠出した時に探して撮影していこうかなって考えています。で、人気順ってまだ販売、でも先行契約とかでどれが人気かって分かるんですね。一番人気がハイブリッドの G の Z。30、燃費いいですね。排気が 1.8。本当にプリウスと被りますよね。で、268万。高いですね。で、2番目人気が G の Z。ダコン1位のガソリン車バージョンですね。18。1.2 リッター。ガソリン車が 1.2 リッターなんですね。もうそれだったら、ハイブリッドの方が絶対コスパいいですよね。パワーもあって燃費が良くて。で、値段も20万弱しか変わらないんで。で、3番目がハイブリッドの G ですね。34.2。かなり燃費ですね。GZ より4ぐらいいいんですね。連火式なんですかね。で、GX。多分 GX が連火グレードだと思います。で、G、GX、ハイブリッドの GX。で、G、GZ。一番人気のグレードを見積もっていこうと思います。ハイブリッドの GZ ですね。なんといってもオーリスが全然売れなかったんで、あまり販売台数は芳しくないと思うんですけどね。で、カラーの選択で、これは32,000。こっちはタダなんですね。パールが入ってるか入ってないかの違いですね。で、黒銀紺色は32,000で、赤も有料色32,000で、緑ですかね、ブロンズ水色はただみたいですね。これを選択します。268万9,000で、ターゲットは若い人って言うんですからね、ちょっと酷ですよね。若い人買えないですよ、こんな値段は。で、インテリアカラーがファブリックか本革ですね。こっちの方がスポーティーでかっこいいんで高いですけど、こっちを選択します。もう確実に300万340、50万いくんじゃないですかね。で、ナビ T コネクトナビ9インチいりますかね、やっぱり T コネクトナビで、エントリーナビ3種類しかないですね。7インチは小さすぎるんで、9インチに26万か。社外品つけたいところですね。で、このナビの横にあるプラスを押すんですけどね、毎回表示されにくいんですよね。ここちょっと時間かかります。オーディオはもうナビをケチった人がつけるオプションなんで、スルーでいいですね。別にナビつけなくてもいいと思うんですけどね、スマホで十分なんで。で、ナビオーディオ ETC ですね。 ETC はナビとの連動で 2.0 が一番いいですね。これですね、32,000、これを選択します。で、これはこれで OK で、 ETC が終わって、ナビオプションって何やったかな。 iPod 僕持ってないんで。ブラインドコーナーモニター、運転不慣れな人はつけといた方がいいですね。これはつけといた、でもセットになってるんでいいですね。で、次はメーカーオプション。310万いってますね。エクステリアはないんですね。インテリアのメーカーオプションは、イルミネーション、ランプ類ですね。安くないですか。カップホルダーのとこだけですかね。つけときます。もうメーカーオプションはケチらなくて、どんどんつけていった方がいいですね。つけて後悔ってないんですよね。つけなかった後悔はあるんですけど、まあこれも高いですけど5万1000円ですね。コンセント 1500W 分割、あ、これはさすがにいらないですね。で次はメーカーオプションのインテリア変わって、なかなかここが開かない。セーフティー、これはセーフティーってトヨタセーフティーセンス C なんですかね P なんですかね。さすがに次世代型はつかないですよね。アルファードとかクラウンは次世代型なんですけどね。まあこの車格だと C か P じゃないですかね。ブレーキ、これはつけといた方がいいですね。言っても結構車体サイズでかいですからね。リアフォグつけときます。1万なんで。一緒につけれないんですね。じゃあ諦めます。でセーフティーがおって、ここやエクトロニクス、トヨタの見積もりは本当に時間かかるんで、カラーヘッドアップディスプレイ、こういうの標準でつけといてほしいですね。4万3000円、高いんですね。まあつい上げ方式なんで仕方ないですよね。でバックカメラ、いや本当につけといてほしいですよね、標準で。うわややこしい。まっすぐします。もうハイブリッドなんで何言っても、ガソリン車だったら別についてなかったもいいんですけどね、ハイブリッドなんでここら辺は本当に標準でつけといてほしいですよね。340万超えてますからね。でその他ディーラーオプションをつけて諸経費入れた、本当に400万近くいくんじゃないですかね。まあシートヒーターですね。シートヒーターじゃないですかね。で終わって、メーカーオプションが終わって、ディーラーオプションですね。ディーラーオプションはそんなにつけなくて、マットとバイザーとマットとバイザーぐらいですかね。まあ僕はバイザーつけなかったんですけどね。選択できないんで、もう標準でついてるんですかね。まあこれもつけときます。サイドミラーのやつですね。雨天時が見やすくなるやつです。で、マットガードもつけときます。これつけとけばよかったなんて僕後悔してるんですよね。バンパープロテクター。まあ、傷防止とかにもいいんでつけときます。まあ、フィルム関係をつけといた方がいいですよね。まあ僕はあまりそんな傷とか気にしないんでつけないですけど、まあ乗ってたら絶対汚れたり気づいたりするんで。ナンバーフレームでバイザーですね。であとはもうマットぐらいで、プロジェクターエクステリアが終わって、インテリアは本当にフロアマットくらいですかね。フロアマットデラックスタイプ、高いバージョンですかね。ラグジュアリーのが高いですね。なんか消臭とかそんな違いですかね。消臭があるとかないとか、まあここら辺はケチっても仕方ないんで高い方を選択します。2万8000円なんでそこまで高くないですよね。マットケチって社外品つける人いるんですけどね、この引っ掛けるとこがないんで絶対つけない方がいいですよね。絶対滑ってしまいますよね、事故につながるという。で赤外線カットもつけときます。もうホンダだったら絶対こんな標準でついてますけどね。でここら辺もラゲッジトレイ、まあつけときます。360万ですね今のとこ。でここら辺もアシストグリップ、これいいですね。サイドサポート2万は高いですね。こんないくらでも売ってますからね、2,000〜3,000 で。シートベルト、パッド、携帯トイレ、まあこういうのは絶対必要ですね、これからの時代。つけときます。やっぱり人気車というか、まああれなんでクリーンボックスオプション多いですね。防災セットですね。これ一つつけたら全部つけるごとに一番上に戻されていくんで、ちょっとしんどいですね。まあそんな感じですかね。でインテリアが終わって、セーフティー、なるべく本当に長い動画出したないんですよね、10分以上の動画で。電子インナーミラー、あ、これいいですね。死角を減らしてくれますね。59,000。ああ、一緒につけないですね。キャンセルします。まあこういったのがありますよという感じですね。まあここら辺はスルーして、でセーフティーが終わって、次最後ですね。365万9,000なんで、もう本当に諸経費で400万近くいきますね。ウェルカムライト、コーナーセンサー、これはつけといた方がいいですね。3ナンバー車なんで、言っても5ナンバー車だったら別にいいかなと思うんですけどね。まあ全長もそこそこあるんで、これはちょっとダサいんでつけない。あ、でも連動なんですね。リモートスタート、スマートキー一体型。まあ安い方を選択します。まあ今回はちょっとオプション多めにつけたんで、ちょっと高いかもしれないですね。で見積もり結果がカローラスポーツのハイブリッドですね。 GZ で389万6,079円、高いですね。もう大方400万ですね。本当にこれにコーティングとか、あとはそういった点検パックとか入れてたら400万超えてきますよね。で車両価格メーカー込みですね、 A が。で B が税金関係で、メーカーオプションはこんな感じですね。つけたの52万つけました。54万でディーラーオプションが52万ですね。税金関係はこんな感じです。まあガソリン車とハイブリッドによって排気がちゃうんで、値段は違ってきますよね。まあそんなに人気は出ない車格なんで、値引きも頑張ってほしいですよね。まあ400万いったとしたら、だいたいまあ25万か30万は値引いてほしいと思います。はい、ということで今回は新型カローラスポーツについて見積もってみたでした。